NNB48 ユーミンと岡野ジャングルレディオ。さあ始まりました、 NMB48 のジャングルレディオ。水曜日のパーソナリティは、はい、今日は何で飲もうか、コーヒー飲もうか、みんなの注文はモカン。ありがとうございます。京都府出身、中学2年生14歳のモカこと林ももかです。あとは少しで中学3年生です。はいはい、言うよ、言っちゃうよ、言っちゃって。ゆみはみんなのことが大好き。兵庫県出身、中学2年生まもなく13歳になります。まもなく13歳。間違えた。まもなく13になります。14歳のゆみことひせみです。イエーイ。はい、ちょっとグダグダになりましたけど、はい、はい、4月の最初の放送なんですけど、はい、新学期を迎えた皆さん、そして私たち、まもなく13になりますけど、どうですか、はい、もかちゃん。そうやな、まあもうすぐ中学3年生になるんやけど、はい、まだ今現時点ではまだ中学2年生なんですよね、うん、はいはい、そうやな。でもやっぱり中学3年生は中学校最後なんで、うん、そう、ちょっと寂しい気持ちもあるし、うん、しかもクラス替えが嫌やね、めっちゃ。そうなん。そう、私のところクラス替えないから。ないの。ないねん。中学1年生の時もうん、ないねん。だからずっとそのままのクラス。へー、あ、そう、そうなんや。え、めっちゃいいな。そう、ほんまに。だから、うん、やっぱり中学3年生はまあいろいろと大変やと思うけど、勉強がな。そう、でもまあ楽しもうと思いました。だから中学3年生は最後の年なんでね。はい、はい、じゃあ勉強も頑張りましょう。はい、はい、もうね、私たちも中3なんですけど、中3になっても成長していきたいと思います。はい、さてこのジャングルレディオ、月曜日から水曜日は私たち NNB48 が、そして木曜日と金曜日は騒音プロジェクトがパーソナリティを担当します。またこの番組はサイマルラジオ放送で、全国のどこからでもインターネットで聞けちゃいますので、皆さん私たちの番組をどんどん友達に教えてあげてくださいね。イエス FM のホームページにサイマルラジオのバナーが貼ってあるので、そこをクリック、そして近畿ブロックの中からイエス FM を選んで放送聞くをクリックしてください。それだけでサイマルラジオ放送が聞けちゃいます。そして今週からこのジャングルレディオは同日深夜1時からリピート放送されることになりました。イエーイ。夜7時からの放送を聞き逃したという方、そしてもう一回聞きたいという方は深夜1時からでも聞けちゃいますので、ぜひチェックしてくださいね。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、それでは改めまして、今日のジャングルメイトをご紹介しましょう。はい、アリリンレシーブ、アリリントス、みんなのハートにアリリンアタン。兵庫県出身、まもなく高校2年生、はい、16歳のアリリンこと未来世です。イエイイエイ、お願いします、はい、アリリンは3月24日に公演100回目です。あー、おめでとう。ありがとうございます。どうやった公演100回目とか、うん、そういう100回目ってね、アスも全然数えてなかったから、もう知らん間になんか、うんうん、なんかファンの人だからもう、うん、今日で100回やれって教えてくれてて、そう、だからあーもうかと思って、そういうの、うん、ファンの方って100回目とか、そう、ブログとかでも数えてくれてはるから、うん、そうそうそう、めっちゃ嬉しかった。すごいよな、うんうん、まあね、ありがとうございます。このラジオも100回200回とどんどん放送していくぞ。おお、それでは本日1曲目をお聴きください。 NMB48 で NMB48、 アリリンのオーバータイム。このコーナーではジャングルメイトのアリリンからの様々なオーダーを私たちが一緒に挑戦して叶えちゃおうっていうコーナーです、はい、さあアリリンはこのコーナーでどんなことにチャレンジしたいのでしょうか。ではアリリン、一つ目のオーダーは。はい、アリサの一つ目のオーダーは、春になったら始めたいことについて語りたーい。おー、春になったら、そう、もうちょっと、もう春じゃないですか、うん、そう、やから春になったら始めたいこと。おー、特にアリリンってなんかあんの？アリサは、部屋の模様替えと、おー、そう、あとは、一番やってみたいのはコスプレ。えー、
コスプレの話。一番うちやりたくないやつやんか。そうなん。私も嫌や。え、そうなんや。どういう系のコスプレしたいの？なんか、職業とか、うん、なんか、メイドとか、そういうブリブリじゃなくて、ちょっとした職業みたいな。あー。そう、なんか CA さんとか、警察の人とか、そういうのめっちゃ着てみたいんです。アイドルの焼き声にね、アリリンってさ、天国野郎の、あ、バックダンサーっていうのがあるんですけど、うん、それでさ、あれは、あれやんな。そう、ゴルファーの。あー、あれめっちゃ似合ってる。うん、ほんまですか、うん、そう、あれもね、衣装ピンク色でね、ちょっと自分の中でもお気に入りなんです。あ、おー。そうなんや。なんかさ、あれじゃない、うん、アリリンってさ、あれ似合いそうだね。パン屋さんみたいな。パン屋さん確かに、うん、似合いそう。じゃあ今度、探します、パン屋さん。おお願いします。ユミさんも一緒にコスプレしましょうね。私、無理無理無理。一緒に行きましょう。逆にさ、あれ着ていいや、うん、ダンサーとか着ていいや。あ、それダンサーっぽい、なんか。それは着たい。服とか。それは着たい。何さんどや顔。で、モカちゃんは何かあんの？私は、うん、何やろ、コスプレと言ったら、うん。うん。してみたいこと。ええー、何やろ。猫耳とか絶対可愛いと思う。いやいや、絶対可愛い。いや、絶対可愛い。可愛い。なんか、アイドルの焼け公演では、ロリータの衣装を着させていただいてたんですけど、あれは、まあ、可愛いなと思ってたんですけど、なんか、猫耳とか恥ずかしい。恥ずかしいけど、絶対モカちゃん似合うからね。逆に、アリリンさ、そういうの着てえやん。なんか、メイドとか。メイド？メイドちょっと、ねえ、難しいね。挑戦してえやん。うん、してみて。はい。します。じゃあね、次は、アリリン、二つ目のオーダーは？はい。アリサの二つ目のオーダーは？自分の中のこだわりについて語りたい。おぉ、こちらも語りたいですね。そう、語りたい。こだわり？こだわり。なんかあんの？アリサは、寝るときに、豆電球にして、右向きで寝るのがこだわりなんです。え、右向きで、右向きじゃないと寝れない、逆に。上向くとか絶対無理なんですよ。私いつも上向いてる。あ、うん、上向いた方がいいねんで。右とかな、左とかな、向くとな、なるみちゃんが言っててんけど、顔が向くの、向くむらしい。そうなん？そう。だからちゃんと、上で向いて。でもね、上向いたらね、朝、お化けを想像しちゃってね。なんでお化けに顔がないかとかめっちゃ考えちゃう人で。もう高校生やね。そうやん。ないんですよ。怖いんです。全然怖くない。絶対あの顔むくむから。顔むくむから。私とかだって部屋さ真っ暗にしてさ、上向いて寝てんで、うちあれで明るくかその豆電球にしないと絶対寝られへん。真っ暗は怖い。逆にさ豆電球とか明るくしてたらさ寝られへんくない？真っ暗ってなんかどっかなんかいきなり手触られてどうします？怖いやろ。怖いやろ。そうや。考えるからやねって。怖い怖い。とかもだって気づいたら寝てるもん、知らん間に。あ、それは、それはいいね。うん、そう、寝れないんだよ。うん、私も寝れないんだよ、ね。頑張って頑張って、またね、進級するからまた頑張って。そうだね。はい。じゃあ寝れるように。はい。はい。モカちゃんのこだわりとかあんの？私のこだわりは、やっぱり、モカ新聞っていうのを Google プラスでいつもやってるんですけど、それを毎日更新すること。ああ、見てるよ、ずっと。うんそう、なんかやっぱり毎日更新しへんかったら、ファンの方も、モカ新聞見てから寝てるって言わはる方が多いんですよ。だから、そう、だから絶対に更新しやなかに。決めてんねん、もう絶対に。いいね、いいね。まあ、ある、なんか。私は、抱き枕。かわいい。かわいい。そう、思ってないよな。思ってるし。あんな、抱き枕がな、なんかさ、まあ、布団でもいいねん。なんかな、抱いて寝ないと、絶対眠られへんねん。かわいい。いいよ、おちゃみたい。ほんまやん。もう、天才になるけど。そう。まあ、でもさ、そういうのはいいんじゃん。んなんかさ、なんか、アリリンとかさ、右向きとかさ、顔向くからあかんけど、抱き枕とかやったら、まあ、可愛いから別にな。うん、いいで、でもさ、音になったらちょっと直せなあかんからさ。うん。うん。まあ、直せなあかんね。はい。頑張って。はい、頑張ります。では、アリリンの三つ目のオーダーは？はい、アリサの三つ目のオーダーは？自分の癖。おぉ。じゃあ、アリリンの癖あんねん。あるある。うん。あるやんな。よく唇触ること。そう。で、ちょっと、一つ、うちの中にあんねんけど、鼻を、なんていうの？こうやって。あ、触んの？なんか、くする？ってか。なんていうの？触んねんな、鼻を。鼻を触んねん。顔ばっか触ってない。そう。そう。確かに、わかるわかると、顔を押さえたりする。あ、するするする。無理無理ね。そう、なんか。今ちょっと触りかけやけど。困った今。めっちゃ面白いな。じゃあ、アイさんは、なんか自分で、やめたいねんけど、やめられへん癖みたいなのがあって、くしゃみをするときに、
クシュンで終わったらいいのに、クシュンどっこいしょみたいな、なんか、もうおじさんやん、そんな。なんか、くしゃみの後になんか一言発しちゃうのがなんか癖で。もう、でも私、アリリのくしゃみ聞いたことないわ。そうですか、じゃあ、待って、さっきな、うちちょっと聞いてんけど、何も言ってないから。え、言ってない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 時もある言ってない時もあるけど、言ってる時は言ってる。おぉ。そう、直したい。でも、可愛いくしゃみするし、くしゃみで。あ、かわいい。わかるわかるわかる。あれ憧れ。くしゃみの憧れ。アイドルっぽいくしゃみやんな、やっぱり。そういうのがいいよね。ねえ。じゃあ、モカちゃんの癖。なんかあるかな、リリ。癖。私の癖は、あれ、枝毛枝毛探すの。よく触る。でも、なんか最近は直してるけど、よく、なんか、授業中とかに、なんか、ちょっとテストとか終わったりしたら、ちょっと暇やんか。そしたら、ちょっと髪の毛、ちょっと見てみたりする、いつも。ああ、暇の時はな。そう。見ちゃうな。あと、電車の中とか。あ、電車の中。電車の中、暇やもんね。そう。あとは、特にないかな。あんまり。ユミは？ユミ、私、絶対ないよ。ある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 。前髪触る。今も触ってる。違うねん。なんか、触っちゃう。ついつい。ほんまに前髪とかも触らへん。よく気にしてますよね。うん、気にする。まあみんなな、ナルシストってやつなんかな、やっぱり。ナルシスト。なんかいいと思うよ。いいと思うよ。みんなさ、特にさ、なんか変わった癖の人とかっておるっけ、メンバーで。変わった癖？変わった癖ね。特にないよな。なんか、アリリンかな、やっぱり。なんか、鼻触ったり、口触ったり、顔触ったり。あ、もう、なんか、手の行き場が変わるから。はい、まあ、その、癖直して。はい、直します。はい。お願いします。はい。じゃあ、アリリンのオーダーは、完全に叶えられたのでしょうか？はい。超楽しかったです。お、よかった。ということで、以上、アリリンのオーダータイムでした。では、ここで曲を聴いてください。NMB48 でちょっと猫背。緊急企画、リーリークイーン選手権。さあ、いつもならどっちにするののコーナーでバトルしているんですが、今回は特別にユーミンとアリリンにはどちらがよりリーリーなのかを競ってもらおうと思います。リーリー、リーリーというのはですね、誰でも大好き、そう、略してリーリーって言うんですけれどもですね、まあ二人のリーリーぶりを聞いて、私がどちらかを栄えある初代リーリークイーンに選んじゃいますよ。そう、そして選ばれなかった方にはコーナーの最後で罰ゲームをしてもらいますので、お楽しみに。罰ゲームは嫌やな。いや、まあ私はね、ちょっと見てる側なんでいいんだけど、はい、はい、それでは始めましょう。はい、リーリークイーン選手権スタート。はい、あのですね、はいはい、ユーミンのリーリーエピソードがあって、おお、まあユーミンは中川ひろみちゃん、ひろりんをお姉ちゃんと呼んでるやんか。呼んでるね。で、甘えてるけど、あやちゃん、村上彩香ちゃんにも甘えてるやんか。はいはい。本当はどっちをお姉ちゃんと思ってんの？え？どっちがお姉ちゃん？笑ってんねん。え？どっちが？もうな、なんかな、お姉ちゃん選ばれへん自体でもう DD やねん。甘え上手なんでね。そう、甘え上手やから。うわぁ。悪い顔したら。でも、ヒロリンは、優しいし、相談とか乗ってくれるし、まあ、ヒロリンも甘えてくるけど、どっちやろ。でも、お姉ちゃんって呼んでるのはヒロリンやけど、あやちゃんも最近お姉ちゃんって思うようになった。全然決まっていかへん。お前もう、もう、DD 丸出しやな、なんかなぁ。でも、ほんまにみんな大好きやねん、可愛いから。もう、その言葉自体、リーリー。もうガチで、ほんまに選ばれへんくらい。まあね、次、アリリンのエピソードもあるんやけど、はい。まあ、アリリンはこの前、ユーミンを押し倒してたけど、他に誰を押し倒したことあるの？びっくりした。でもね、私を押したことあるっけ？ありますよ。あります、あります。あるなぁ。びっくりした？びっくりした。だってチューしてきてる。あ、違う、この前も、アリリン、ユーミンに、チューしようとしたんかな。あとユーミン、風邪ひいてるからあかんで、言うてたで。そう。あとは、B2 のアンチュ。アンチュが一番、あるかな。アンチュと、あと、マコポン。
おぉ、箱本、うん。あと、ミレーとか、もう、ダンゴ。もういっぱいおるやん。違うんですよ。好きすぎて、はいはい、の、押し通しちゃう。うちも、山本ひとみちゃんと、うん、他にもいろいろ、チームメイとか、研究生にもおるんやけど、うん、めっちゃ中心で、うち。え、研究生はないやろ、研究生はないって。え、モカちゃんとかあるやん。あるっけ？あるある。私、ちょっとやめて言うからかな。ね、そう、中を拒む人いますよね。ある。もう、ね。愛さんの愛を伝えようとしてるんで、それを拒む人があるんですよ。そういうこともう。なんか私、背見られてる気持ちはないけど。なんかな、もう、中したくなるんだよ。そう、可愛すぎて。そう。その考えが私、わからへんから。ちょっとさ、このさ、エピソードだけじゃさ、わからへんからさ、ちょっと、うん、あの子に聞いてみる？あの子って誰？誰だ、誰だ？はい。もしもーし。もしもーし。あーおー誰誰もしもし。誰だ誰だ誰なぎさことしうなぎさです。あーなぎちゃんなぎちゃんうん。4期の。ちょっとさ、この二人のさ、はい、DD ぶりっていうかさ、エピソードってなんかあるあります。おーおーおーなになにもうね、もうゆえみんさんはもう誰にでも可愛いって言うじゃないですか。うん、もう顔見たらすぐ可愛いって言うじゃないですか。うん、でも唯一、ゆえみんさんが4期生の中野玲奈ちゃんにだけ冷たいんですよ。いいね。いいね。いいね、ちゃうわ。でも、ほんまにみんな大好きよ。だもうそれが DD なんですよ。ほんまにそれやんな、もう。いいよ、DD って。え、なんか、アリリンとかあんのなんか。アリリンさんは、もう、アリリンさんも顔見たらもう、誰でも可愛いって言ってたもんね。ほんまにそれやん、かわいいよ。いつもさ、可愛い、可愛い言うよな。ネギちゃん可愛いよ。可愛い。ああだから、もう多分この試合、どの試合やと思います。おぉどっちも DD です。ほんまにな、もう最強の DD やからな、NMB なんかでも特に。やったな、嬉しい。はい、ありがとう。ありがとう。ありがとう。バイバーイ。バイバーイ。まあな、まあ DD は悪くないと思うよ、別に。ほんまに？うん。認めてくれた。でも、二人ともが DD すぎてさ、ちょっと難しいかもしれんな、今回の試合。ね。ね。罰ゲームしたくないから、もう引き分けにしようよ。ほんまや。じゃあね、でもな、やっぱ決めなあかんね、一人はどっちかを。そう。そうだね。しかもな、負けたら罰ゲーム待ってるからな。無理です、無理です。それは嫌や。はい、頑張ってくださいね。じゃあね、もう一人、あの子に聞いたいと思うんですけど。はいはいはい。どうですか？誰だろう？次は？もしもーし。もしもし。あ、誰だ？誰？レイナこと中野レイナです。あー、来た。さっきね。レイナちゃん。レイナちゃん、来ましたね。はい。あのさ、二人のさ、DD ぶりのエピソードとかってある？あ、あります。うん。ユーミンさんは、うん。誰にでもすぐギュッてしに行く。あ、それね。優しいよな。可愛いからね。でもな、レイナちゃんには冷たいって言うんやけど、それってほんまなん？もう、なんかこの頃にユーミンさんって言ってもね、なんか、あ、みたいな。いや、あれ？わー。わーわー。え、アリリンは？アリリンさんは、アリリンさんはもう、もう、一言の DD です。一言の DD。ってものはないんかな？ないんかな？もうね、可愛いよね。みんな可愛いですもんね。可愛いよ。え、待って、レイナちゃんも DD もしかして。レイナちゃんも結構 DD やもんな。どうしましょう。ねえねえ、レイナちゃん。はい。はい。DD さ、どっちが DD やと思う？ユーミンかアリリンか。あ、言っちゃっていい感じですか？いいよ。いいよ。じゃあ、来い。私は、来い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 。アリリンさんだった。よっしゃー！おい、中野！おい、中野！おい！ちょっと待って、待って。レイナちゃん？レイナちゃん？どういう意味？やったー！なんでなん？ユーミンさんは結構、まあ、一途な部分も見えるんですけど。まあ、中野レイナって冷たいもんね。その時点でね。冷たいからね。ちょっと、はい、言うてもってるわ。ほんまやな。覚えときよ。やー、怖い怖い怖い。ありがとう、レイナちゃん。ありがとう。バイバーイ。バイバーイ。はい、失礼します。はい。まあね。何それ。勝ちましたよ。いや、まあ、ユーミン、中野レイナちゃんにちょっとさ、冷たかったからかな。かな。でも、まだまだの、レイナちゃんと、なぎ、レイナちゃんがアリリン言うてもまだ私が、決めるからわからんで。そうだね。じゃあね、そろそろ、それでは、
初代リーリークイーンを選びたいと思います。はい。お願いします。お願いします。来い。では、初代リーリークイーンは、願い。来い。お願いします。お願い。お酒は大好きよ。来い。アリリネー。嬉しい。イェーイ。もうリリー諦めようかな。はい。アリリーどうですか？このクイーンの感じを。クイーンの感じ、もう超嬉しいです。みんな大好きだからね。そうやね。やっぱりさ、まあ、ユーミンは、ほんまにユーミンもリリーやと思うで。だけど、中野リーナちゃんに冷たいって、リリーはやっぱりみんなに優しくしないといけないから、やっぱり、邪推は。だからこれからじゃあ次、第2のリリークイーンになれるように頑張ってね。はい。さあね、選ばれなかった、アリリンじゃないや、ごめんね。はい、ユーミンさんね。私ね。ユーミンには罰ゲームを行ってもらいます。そして、その罰ゲームとは、ロックンローラーになりきって、将来の夢を語っちゃおう！イェーイ！ロックンローラー！イェーイ！さあ、今回はロックンローラーになりきって20秒間夢を語ってもらいますよ。では、早速、このカツラをかぶって、何もいやー！ください。緑色のカツラ。すごい、ひらひらやな。いや、すごい、緑色の髪の毛。似合ってるよ。最初と最後は、こんな風に言ってくださいね。目見えへん。目見えへん、待って。オッケー、こんな風な感じに言ってね。よっしゃ。似合う。おー、サングラスも超似合うな。おー、いかつ。では、ゆうみいけるかな？はーい。はい。では、いきますよ。3、2、1、どうぞ。世間のベイビー、石田。夢語らせてもらうぜ、ベイビー。そこんとこ、よろしく。よろしく。はい。ユミこと、イスエミでーす。私の。すごい髪の毛つやってるやな。また今でも前髪触ってますよ、前髪。ほんまや、赤ちゃん。恥ずかしい。これ恥ずかしいよ。でも、ゆうめん、でも今までの中で一番上手かったかもしれんね。ほんまに。はい。ありがとう。さて、ロックンローラーになりきったゆうみんの写真は放送終了後に番組ブログにアップしますので、お楽しみにー。イェーイ。バイバイ。恥ずかしいけど、ちょっとね、ごめんね。はい。ということで、緊急企画、リーリークイーン選手権でした。では、一曲、お聴きください。NMB48 アンダーガールズで、理不尽ボール。アイドルのすすめ。このコーナーは、私たちが最高のアイドルを目指して、毎回いろんなことにチャレンジしちゃおうというコーナーです。はい、先週は、たかりこと一緒に、クイズ、てっぺん取ったんで、をやりました。はい。はい、これはですね、アルバム、てっぺん取ったんでの中から、イントロ当てクイズをやったり、歌詞の中の言葉だけで、曲名当てたりするクイズやってんな。はい。はい、もかちゃん。これは、誰が買ったんだっけ？たかりこやったと思う、確か。おー。おー。私は、うん。ゆうみ、ゆうみやばかってんで。もうな、ボロボロ。私結構できたで。うん、できてたな。めっちゃ面白かった、もう。もうゆうみのなんか、わからん、わからへん、わからへんって、パニックってる感じが面白かったかな。ありがとう。はい。じゃあ、早速あの先生を呼んじゃいましょう。せーの。すすめ先生！毎度毎度、私がすすめ先生や。みんな元気かな？はい。うん、これです。もうね、4月ということで、まあ、新学期ね、出会いの季節ということなんですが、はい。はい。まあ、新しいね、この仲間とか出会いに自己紹介はつきものちゅうことで、今週新しいキャッチフレーズをな、ちょっと作ってみようかなちゅうことでやっております。新しいキャッチフレーズ。うん。まあ、もちろんな、みんなには、すでにキャッチフレーズあるけども、はい。まあ、作った、言うたらな、もうだいぶ前やからな。はい。うん。今やったら、私こんなぐらいキャラも濃いし、こんなんできんのに、と思ってるかもしれんちゅうことで、まあ、今回、ジャンレディ限定ですけども、今の自分にふさわしい、新しいのをな、ちょっと考えてやってもらうちゅうことで、早速発表、いきましょうか。はい。はい。ね、まあ、対比ということで、まずはちょっと今やってるオリジナルのキャッチフレーズをちょっとやってもらいますけども、
順番、ユーミン、アリリン、モカの順番でな。はい、うん。順番やねんけども、この番組のいつもオープニングで言うてるあのテンションやのって、ほんまにこれ劇場でやってるぐらいのテンション高々で、バズッと決めてください。はい、オッケーでーす。はーい。はい。では行きましょうか。ユーミンのオリジナルキャッチフレーズ。言うよ。言っちゃうよ。言っちゃってー。ユーミンはみんなのことが大好き。兵庫県出身、中学、まもなく中学3年生、14歳のユーミンこと石田ユーミンです。よろしくお願いしまーす。イエーイ。もうまさにこの中にDDぶりがこう含まれとるキャッチフレーズだけどな。はい、まあ残念ながらDDくん落としましたけども。はい。はい。まあまあ、ということで、ほな次、新しいやつな。はい。行ってみようかな。合わせるとかあるかな、ユーミン。ユーミンの、ゆとうとみを言ってほしい。オッケー。はい、オッケーです。お願いします。オッケーです。では行きましょう。ユーミンの新キャッチフレーズ。ユーミンの、ユーミンは、ユーミンの、うざいほど、ユーミンの、みんな大好き。兵庫県出身、まもなく中学3年生、14歳のユーミンこと石田由美でーす。イェーイ。さらにDDぶりが深まった。新キャッチフレーズ。はい、ええやん、なかなか。うん、なあ、DD アピールめっちゃ入っとる。はい。なあ、やっぱ、はい。なあ、はい。DD なんで。DD なんでね。うっせぇ、黙れ。はい。引っ張、まあまあ今日はずっと引っ張ってください。では行きましょうか、次ね。はい。はい、アリリン。はい。いいかな？ OK です。はい。では、いつもやってるオリジナルのキャッチフレーズ。はい。アリリンレシーブ、アリリントス。みんなのハートに、アリリン、アタック。兵庫県出身、まもなく高校2年生16歳のアリリンこと、ミライスです。よろしくお願いしまーす。イェーイ。はい。もういつもながら、このバシッとな。はい。アタックが決まりますけども。はい。ということで、アリリン新しいやつ合わせるとこはあるかな？ないです。オッケーです。おー。では、行きましょう。アリリンの新キャッチフレーズ。45たす55はちょうど100。兵庫県出身、まもなく高校2年生16歳のアリリンこと、ミライセです。よろしくお願いしまーす。イェーイ。イェーイ。何これ一人で完結しよったけど、これ。ねえ、ソロワンみたいな。ソロワンやってたね。計算得意やから、ちょっと計算を混じったやつ。なるほど。何たす何やったかな ?45 たす55はちょうど100。100はこれ、やっぱり、意味のある数字かな、アリリン。そうですね、100回声迎えたんで。おぉ、それもマジ。なるほど。ソロ版すごいな。まあ、毎回変えれるから、まあ、使い回しができるかなと。ほんまやね。割り算とかいろいろ、こう、いろいろ入れてほしいとかやけどな。長いやつをな、願いましては、みたいなとこからね。なるほどな。ソロ版だいぶ得意な。はい、そうです。長いことやってた。そう、小学校2年生から、小学校6、中1？うん。ぐらいまで。あ、そう。5年ぐらい。すごいな。そろばんやると頭の回転早くなる。そうですね。はい。計算だけですけど。いやいや、それがいろんなことにつながるからな。はい。うん。オッケーです。先生、計算苦手です。はい。よかったです。では、取り行きましょうか。はい。じゃあ、まずは、モカちゃん、いつものやつ、いいかな？はーい。はい。では、モカちゃんのオリジナルキャッチフレーズ。はい。今日は、年間のモカ、コーヒーのモカ、みんなの注文はモカー。ありがとうございます。京都府出身、まだ中学2年生14歳のモカこと林桃花です。イエーイ。まあこのタイミングはな、まだとかな、もうすぐとかいろいろ言わなあかんからな。あ、ややこしいけども。そうですね。OK です。もういつもの安定のモカちゃんですけども。はい。ということで、新しいやつ合わせるとかあるかな？あります。はい。たのもうかのもうかだけお願いしまーす。はーい。はーい。では行きましょう。もかの新キャッチフレーズ。はい。皆さんをもかの笑顔でメロメロに、今日からもかをたのもうかはい。京都府出身、まだ中学2年生14歳のもかこと林桃花です。イェーイ。イェーイ。メロメロにというな。はい。かわいいね。ちょっともかちゃん。大人っぽいというか、釣りな感じが入った感じで、この自己紹介。あと、もう一つあるんですよ。もう一個ある。はい。ほな、行ってみようかな。はい。これもな。合わせるとこあるんですけど、はいはいはい。モカパンチって言ったら、わーだけ。オッケー。はーい。はい。では行きましょう。モカの新キャッチフレーズパート2。はい。笑顔、元気、勇気をお届けします。
モカのパンチでモカパンチーわー京都府出身、まだ中学2年生14歳のモカこと林ももかです。イェーイ。あー、なかなか。なあ。はい。よかったやん、これも。はい。うん。どうやってやってみて、みんなこれ考えてみて。キャッチフレーズ。楽しかったです。はい。なあ。まあ、変えたい思っても、これ、なかなか変えれるもんちゃうねんけどもな。はい。うん。またこういう機会で、いろいろ遊んでもらったらいいかなと思ってますけども。はい。あくまでもこれな。このアイドルのすすめの企画なんで、間違って劇場でやらんようにな。頼むで。はい。はい。ということで、今日はここまで。ありがとうございました。では、ここで曲を聴いてください。NMB48 チームMで With My Soul ジャングル575ジャングル575のコーナーではリスナーの皆さんからいただいた私たちやジャングルメイトをテーマにした川柳を紹介していきます。最終的に紹介した作品の中から一番良かったベスト川柳を私たちが選びます。そしてその川柳を送ってくれたリスナーの方にその方だけへのメッセージを番組の最後でプレゼントしちゃいますので、お楽しみに。はい、今日もどんな川柳が来てるか楽しみですね。はい、まあ、面白い川柳もあればなんかねちょっと、はい、おーってなる川柳もあると思いますけどね。はい、はい、じゃあそれでは最初の作品をご紹介します。はい、疎開市のラジオネームセッターさんからいただきました。ありがとうございます。アリリンをテーマにした作品です。では一句。一つずつ重ねたステップ祝100回。はい、明日は楽しみなあれって書いてたので緊急、うん、うん、急遽送りました。急遽、急遽、はい、ありがとうございます。公演100回おめでとう。重ねたステップにはいろんな思いが詰まっていることでしょうか。でしょう。はい。3期デビューから1年ちょっとで100回ということは3日に1回ぐらいステージに立ってるんやね。体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。嬉しい。100回公演、金のいいしね。はい。すごいよね。はい。ありがとうございます。はい。はい。それでは次の作品です。ラジオネーム、大阪市のラジオネーム、くまパンチさんからいただきました。ありがとうございます。モカさんをテーマにした作品です。はい、では、一句。桜咲き、青空ピース、春の風。はい。モカさんが青空に向かってピースをしている写真を、はい、載せていたので、はい、これを。そうなんですよ。なんか前Google プラスで、うん、めっちゃ空が綺麗だったんですよ。うん、で私めっちゃ空とか、うん、なんか見るのが好きで、そうだからちょっとピースして撮ってみた。なんか青春っぽいなと思って、うん、春って感じ。そうですね、うん。はい。それでは次の作品です。和歌山県のラジオネームきゅうりさんからいただきました。ありがとうございます。ユーミンをテーマにした作品です。では一句。モカユーミン二人揃って動物園。はい、ちょっとメッセージもついてるんですけど、ユーミンユニットデビューおめでとう。ありがとうございます。はい、ユーミンのユニット出演めっちゃ楽しみにしているのですごく嬉しかったです。モカパンジーとライオンユーミンが仲良く並んで踊っている場面も多かったし、 DMM の配信映像で繰り返し見てますよーということです。あー、ありがとうございます。はい、そう、ユーミンと雨の動物園に出た時、うん、2番の歌のところで、はい、雨の動物園の、うん、ユーミンとペアで踊るところがあって、そう、あれのモカちゃん超可愛かったそう、コージー会に餌を買ってあげたりのところで、そう、うん、そう、向き合ってね、そう、踊るんですけど、楽しかった、超可愛かったでも、なんか、あ、でもなんか一緒に踊ったなっていう記憶あるけど、うん、でもなんかちょっと薄れてる。あんまり覚えてないみたいです、ユーミンさん。めっちゃうち覚えてんねんけど。残念です。ごめんごめんごめん。最低やな。まあいいや、はい。じゃあ次の作品をご紹介します、はい。大阪府のラジオネーム、マキシさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。アリリンをテーマにした作品です。はい、では、一句。
劇場を彩る笑顔、アリサ色。おー、嬉しい。はい、メッセージもついています。はい。各公演でいろんな曲のポジションをこなしているアリサちゃんの努力と素敵な笑顔に敬意を込めて読みました。公演でたくさんアリサちゃんの姿が見られるのを嬉しいです。ああ、はい、ありがとうございます。ちょっとなんかもうちょっと最後にハテナがついてたけどね。嬉しいです。はい。ありがとうございます。ね。まぁ、ちょっとなんか難しい言葉がちょいちょい出てきたけどね。ユーミンさんね、ちょっと難しかったかな。はい、そうやな。そうだね。敬意って何？敬意じゃないですか。敬意。そう、敬意。意外と大事じゃない。敬意。経緯は辞書で調べましょう。はーい。ごめんなさい。はい、それでは次の作品です。ラジオネーム、桜吹雪さんからいただきました。ありがとうございます。モカさんをテーマにした作品です。はい、では、一句。スクリーンに、一人突っ込み、モカすごい。はい、ですね、メッセージがですね、はい、小金るみちゃんと映画に行った時に一人でスクリーンに向かって独り言を言ってたらしいね。意外な一面です。そうなんです、私。そんなこと言うんですか、もかさん。違うんです。なんか違うねんけど、うん、なんか、見てたら、なんかちょっとハラハラするシーンとかで、なんか、はぁ、あかん、あやばい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 。ああ、そういうの言う人ですか。思うやん。思うってること多分、私は無意識のうちに、口に出してるみたいで、そう、英語終わったと、誰に、モカ一人ことやばかったで、って言われたけど、自分の中では全然言ったつもりなかったみたいな。そう。なんか怖いね。一人ごとは怖いなって思うかな。だからまたこのね、三人とかで映画見に行った時、ちょっと、注目しといて。オッケー。はい。いただきまーす。ちょっと直すようにしとくな。はい。してください。はい。それでは、最後の作品です。大阪府のラジオネーム、さんあきさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ユーミンをテーマにした作品です。では、一句。ユーミンの可愛いタオル買っちゃった。はい。あー！メッセージもついてるんですけど、NMB メンバーのおしまフラータオル、ユーミンのを予約しました。届くのが待ち遠しいです。これからも公演やラジオ頑張ってください、とのことです。あー、嬉しいねー。はい、そうですね。まあ、マフラータオルってみんなどんなポーズしてか覚えてる？私はね、腕を後ろにくねた、うん、そう、後ろにくねた。アリリンは？アリさんなんか多分、あ、今やねんけど、多分顔の横で手広げてたような気がする。あー、なんかちょっとパーしてるみたいな。うんうんうん。私な、ちょっとさ、うん考えても思い出せへんねん、ほんまに。モカちゃんのやつ見たことない、うち。ないそもんね。タオル、マフラー？マフラータオル。マフラータオル。じゃあ私、一応持ってんねんけど、忘れた。でもあれ、等身大らしいねんや。ああ、みたいな。そう。ほんで、ちょっと自分の高さと比べてみたら、ほんまに等身大やって。そう。で、今思ってんけど、私ってなんかちょっとさ、顔の形さ、頭の形さ、ちょっとイチゴ型やなって。え、そうなんですか？そう。そういうので気づいてん。いちご型いいな。え、でも全然良くないで。ただに、いちご好きなだけやろな。そうそう。ね。そう、いちご好きだからいちご型羨ましい。でも写真めっちゃお気に入り。え、そうなんや。めっちゃ可愛かった。あんまり。そう。あれ可愛いと思った。自分の。いい意味で見てない？え、ちょうだいって言ったらくれへんかった。うん。お気に入りやからさ、可愛かったから。うわー、なんか出た、楽しい。最近なんかちょっとメンバーさ、ナルシストキャラ多ないな。けどさ、増えてきたね。はい。では、そろそろ今日一番良かったベスト川柳を選びましょう。はーい。なんか今日もさ、いっぱいいいのあってんけどさ。はい。私さ、一個いいのあってん。アリリンの、アリサ色って書いてるやつ。あれな。そう、あれな、めっちゃさ、いいと思っててんけどさ、ちなみにさ、アリサ色って何色の？ピンク。きっつい。きっつくないよ。紫。なんでや、ピンクや。黒か茶色。なんでそんな、なんか、地味やな。どす黒やな。ピンクにしといてください。はい、じゃあ、オッケー。はい、じゃあ、ということで、今日のベスト川柳は、アリリンをテーマにした、はい、ラジオネームマキシさんの作品で、劇場を彩る笑顔、アリサ色となりました。おめでとうございます。マキシさんには、番組の最後にアリリンからメッセージをプレゼント
させてもらうので、はい。お楽しみに。お楽しみに。はい。以上、ジャングル575のコーナーでした。さあ、プレゼントのあなただけのメッセージ、早速いってみましょう。今日のベスト川柳に選ばれた大阪府のラジオネーム、マキシさん、準備はいいですか？ではいきますよ。3、2、1、どうぞ。みんな、アリサの笑顔で、萌え萌えキュンだよ。やめて、やめて、結構頑張ってんから。ちょっと、ちょっと、アリリン、ちょっと、きつかったかも。なんでよ、まだいけるよ。しかも、手振りついてたし、ね。ごめん、見てなかった。見ててよ。あったよ。NMB48、ユーミンともかのジャングルレディオ。皆さん、どうでしたか？楽しんでもらえましたか？イェーイ。はい、アリリン、今日はどうやった？めっちゃ楽しかったです。おー、うん、ユーミンのね、ちょっとロックンローラーっぽい喋り方も面白かったな。ほんまに？うん、ありがとう。しかも、アリリンのリリークイーン、うん、ほんまにおめでとう。あー、ありがとうございます。リリークイーンでーす。私は拍手しない。してして。いやいや。はい。それでは、さて、この番組では、水曜パーソナリティの私たちへの質問やメッセージを受け付けています。また、ジャングル575のコーナーでは、NNB48 メンバーをテーマにした川柳を募集しています。近々登場予定のメンバーは番組のブログでアップしていますので、そちらもチェックしてください。そしてベスト川柳に選ばれた方には、あなただけのメッセージとして日常での様々な一言をプレゼントしちゃいますので、川柳と一緒にご希望のメッセージも忘れずに書いて送ってくださいね。また遊びに来るので、私やリリンをテーマにした作品も送ってください。はい。メールアドレスはすべて小文字で、jro-wed@esfm.jp です。もう一度言います。jro-wed@esfm.jp です。そして、おはがきの宛先は、郵便番号 542-0075、大阪市中央区、なんば千日前、12-7、ESFM、NNB48、ユーミンともかのジャングルレディオの係まで。ファックス番号は大阪0666460781です。また番組ホームページからでもメッセージが送れますので、皆さんどんどん送ってくださいね。お待ちしてまーす。ということで、そろそろお金の時間が迫ってきました。わー、早い。明日のジャングルレディオは、騒音プロジェクトが登場しますので、お楽しみに。そしてアリリンもまた遊びに来てね。はーい、また来ます。それでは水曜パーソナリティは私ユーミンこと石田由美と、モカこと林桃香、そしてジャングルメイトはアリリンことミライセでした。石田 DD クイーン の逃しちゃったぜチェキベイビー三浦初代 DD クイーンに選ばれたぜベイビー、これからもみんなのことを押し倒すぜベイビー。林、リーリーならないで、ベビー。でも、ちょっと押し倒されたいぜ。あゆれりー。ロッケンロール。シゲナ、ベイビー。